アンドレイに暗い種火だったかな、前回手に入れたやつを渡して、これでプラス10まで強化できるようになったのかね。とりあえずグレートアックス鍛えてみようか。プラ6に進化させましたと。これ進化系かで、進化させて強化っていう感じなのかな。どこだグレートアックス7、これいけるね。こっちをどんどん鍛えていこう。いけるとこまでいっちゃおうか。そんなにお金自体も高くかかるわけではなく、大かけらもいっぱいあるしね。よし、OK。これでグレートアックス10。攻撃力的には外してしまった280。めちゃ強えな。よし、じゃあちょっとグレートアックスプラス10で、進んでいきますか。A mere undead, yet you can see me. Fascinating. I am Quelana of Izalith. I am not often revealed to walkers of flesh. You have a gift. Are you too one who seeks my pyromancy, like Salomon? Yes, of course. It should be expected. Very well. You shall be my pupil, but to pursue my pyromancy,You must give something up. Are you prepared to do this? Long ago, I accepted another pupil like yourself. Over 200 years ago, there was a man almost as bungling as you. In your world, he was called Salomon, the Master Pyromancer. The little rascal really made something of himself. No luck, Well, young pupil, you must have patience, but do not keep me waiting much longer. Now go. Whatever you do, do not crack and go hollow, lest my time spent on you be wasted.はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではダークソウルですね、
まあ、いろいろと買い物をしたので今回は、巨人の墓場の方に向かっていきたいと思います。こっちの方ですね。まあ、呪術の火もねそれなりに強くして火の玉と大火球を装備するか。魔法のセットをちょっと変えます。魔法の記憶で大火球をこっち、あれどうなってる、ここにやっ、ちょ分かんない分かんない分かんない、むか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 、魔法を記憶する。で右こう、よしこれでいこう。で、骸骨くんは一体一体倒していきましょうかね。あ、こいついたな、そういえば。なんか話すんだっけ？寝てるわ。まあいいや、ほっとこう。あれ、どっからどう行くんだ、これ。こっちか。骸骨剣士が、どこまで相手できるか。オリア一撃は一撃だな。復活する、復活はしなくなったのかな。まあ、だいぶ遠しいからね復活すると。あー、ここら辺にもあったよね、ウィングドスピア。これ取っときは、ゲッ、損じった。オリアオリア、よし。で、最初の方になんか無理くりアイテムを取りに来たから、ウィングドスピア以外は大丈夫かな、取ってあるよね。こっちちげえし、どこだ、道に迷った。あれ行ってスタミナを削ってくる。あ、いたた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 、ちょっと待って、まず降りよう。この回復部屋も一発だからな。ん、なんかあるね、取れねえんだけど。いや、マジ取れないんですけど。いや、本当に取れない。そして迷った。こうやってきて、あ、こっちか。エスト飲んどく。今回回復持ってきてないからね、なるべく慎重に行かないと。地下墓地、よいしょ。暗いのは相変わらずだよな。こいつは経験値くんないからね。あー、なんか変なのが来てんな。とりあえずシカトしとこう。あれ落ちる、あれこれ落ちていいんだっけ。あ、落ちていいんだ。で、左に行って、なんもできない。あ、復活するね、復活してるわ。あ、こっち行ける、こっちこっち。ネクロマンサー、こいつだ。あ、ちゃ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 、こいつを倒せば骨は復活しないはず。ただ死にそうだ。おれ、ちょっと
敵の数が多い。あれ、こんなところにかかり火があるじゃん。ここは拠点になるか。これを引いて押してるし。でさっきのところが開くのかな。グレートアックスプラス10まで持っていくと強いよね。あ、これはネクロマンサーの管轄が違うのかな。管轄のね、ネクロマンサーがあるんだよね。でそいつらを倒さないと永遠に湧いてくると。うーん、向こうにいるっぽいけど、あ、ただ一撃で倒せるし、そんなにダメージを食らうわけでもない。縦受けしてしっかりと倒す。で、こいつか、逃げるね。あいって、今なんだな、そっか、ステミアタックしてきたな。痛いな、もう。早い、復活が結構早いな。やっぱりネクロマンサーだな。あいつをどうにかしてぶっ倒したいけど、どこだ、いた、逃げてんな、逃げんな、リャーケイ。ちょい待って、ほら、ちょまだまだネクロマンサーいるか。束になるとな。ドリアン、パルション、かっこいいのはかっこいいね。あれ、ここはなんか、あっ、ちょ、後ろ取れんだね。いった、ひでえ。マジか、罠だらけだ。そして今どこにいるんだかさっぱりわかんねえ。あれ、なんかこっちに出てきた。あれ、これいけないよね。なんかアイテムなかった、あっちの。いけいけいけ、いて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 、あれ、爆弾的なものか。左に注意、 OK。 なるほど、ありがたい、こういうメッセージは。あ、カマみたいなのが手に入った。んー、どっちから来たんだ。ここら辺はあらかた片下かな。うん、アイテムがあるね。左に注意、左に注意だらけだな。戦闘しててさ、どこをどう行ったんだかもう全然わかんないんだよね。あ、これさっきの罠のところか。あれ、もう一個なんかアイテムが落ちてた気がするけど、もうわかんねえ。これは行って、あぶねえ、しっかり縦置きしよう。ダメージ食らうんだね。ただ死ぬわけではない。これもどうせ罠でしょう。ちょっとダメージは当たるな、ちょっと。あれ、これは押せるもんは押しとこう。ああ、なるほど、早く回転するんだね。ただ前方にアイテムらしきものがある。そう、なんかここら辺隠し通路的にはなかったっけ。この木のせいか。いや、どっかにね、かがり火があるんだけど、さすがにまだ近いか。これ下からね、落ちてね、すんげーショートカットができた気がするんだよね。痛い。
体ずつ。こいつのローリングって当たるんだ。もう回復しとこう。ちょっと怖い。え、こっちは？なんなんだ。これ絶対なんか落とし穴とかじゃん。違う。足元が暗いね。お、いるね。復活するか。騎士のソウル。こういうとことかさ。ソウル。いって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 、敵が多すぎる。そして罠も多すぎる。いって飲めなかった。ちょっとちょっと、どうなのどうなのどうなのめちゃくちゃゴリゴリスタミナが削られていく。復活さえしなければこんなやつ。うわ、もう落ちた。わけわかめ、わけわからん。消えろ。とにかくゴリ押す。まだいるの？みんな死んでんな、ここで。わけわかんなかったもん。ここは？あれ、なんかあるね。適当に来たけどさ、どうなってんの？本当に。走り抜けが有効。いや、わかんねえ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 けど、もうエストもないからな。大かけら。どこへ来たんだ俺は一体。鍛冶屋のところまで来たね。いや、超怪しいやつなんだけどこいつ。鍛冶屋なんすよ。さっさと出ていくんか。気が散るわい。こいつらも落ちてきてるし。あ、かがり火、かがり火。もういいや、耐えちゃおう。回復。ちょっとなんかこのさ、棺みたいなとこにも入れた気がするんだよね。まあいいか、話しかける。アイテムを見てみましょう。機関のコッペンがあるね。くさび車かけらだけか。矢は普通だね。なんじゃ己は。なんかあれなんだよね、炎系とかが進化できた。ほら、炎のグレートクラブ、炎の黒弓、まあ、それはそれで覚えておきましょう。あれ、どれだ。なんかどれかに入れた気がするんだけど、別のところかな。力出て、車輪骸骨がいるんだっけ。いや、わかんないわかんないわかんない。いった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 。引かれる引かれる。ほんとやだよこれ。逃げろ逃げろ。おお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 、なんて華麗な避けなんだ。戦だったような気がするんだけど、違う。車輪骸骨はなんとか。ボス戦だね。もう果たしてさ、どういうルートで来たんだか全然わかんねえんだけど。合ってたのかこのルートは。
仮面。ムジュラの仮面みたいだね、ゼルダの。落下ダメージ食らってるし。切る。ほら。超強い。グレートクラブ超強いんだけど。グレートクラブじゃグレートアックス。あ、もうなんかどれがどれか分かんねえや。こいつは違う。なんか分身的なあれだね。モリア。あっちゃー。ほら、って弱っ。あっち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 、ひでえ。注ぎ火ができるようになりました。なんかいろいろ手に入れたけどさ、完全デスルーラーだよね。持ってるよねこれ。倒したタイミングとあれがよく分かんなかったし、注ぎ火の秘術とかってどこにあんの？なくね？なんか倒したんだか倒してないんだかよくわかんない。もういいや、知らん。逆だ、ここだ。猛ダッシュだ、猛ダッシュ。きたー。とりあえずジグザグに行って、ジグザグに逃げろ。こいつらマジ何なんだよ。あれ、こっちまで来んじゃねえかよ。もう倒したでいい、これ倒したで良さそうだね。ゲットして、ゲットしてどこ行くんだっけ。あ、どっかから上に登れた気がするんだけど、こっち。あ、登る。分かりづらこのはしご分かりづら。あー、ここね、真っ暗闇のところでさ、この先抜け道あり。本当にいきなり落ちそうだかんな。いや、暗すぎでしょ。なんか来ちゃった、よくわかんねえとこに来ちゃったよ。おー、落ちる落ちる落ちる。うちなんかある？いや絶対なん、いける？いける。おおおおお、超怖えんだけど。しかも道ってこっちじゃなくなかった？ある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 。騎士のソウル、これ下落ちたらどうなる？なんか誰かが死んだんだけどこれどこ？俺さっきんとこじゃん。戻された。これ落下ダメージ食らうしね。でこれはね、この石みたいなのをこう目印に行くんだっけ。怖えよな、ほんと怖えよな。はい、おっち行った。巨人墓場って出てきたけど、まあ、幸い近くにあったからな。これどうやって行く？歩いて、どうなってる？こう？ちょっとずつ行くしかないよね。本当にマジで一歩先が分かんないんだけど、これ向こう行ける？行けなくねえか？どうなってるこれ？毎回このパターンだな。こっち下落ちたら死ぬ。本当にもう小さすぎるよあれが、道が。こっち行けんの？
行き止まりだね。え、どっちの方よ。こっち行ける？絶対行けないでしょ。まずここで次よ。おお、びっくりした。巨人墓場で、おお、びっくりした。もちろんお前はまだ生きてるか。こんな狭いとこで。ほら、2発で叩き殺せないね。弓使うか。ほい、よし、 OK。 で、こっから先どうやって行くんだ。こっち行けるね。あ、おおおお、びっくりした。あ、おお、落ちた。落ちたけどまだ生きてる。見て、行って、もうこんなとこで戦えねえよ。これ食らうんだ。逃げろ、逃げられるか。でっけえ矢が刺さってるけど、とりあえず上に登って回復しよう。持ってくる？持ってくんのかどうかすら。ゲッ、アイテムがある。取れる、これ高名な騎士のソウル。いや、こっち微妙だな。あ、いるな。マジかよ。ほら、追い打ちいけるか。もう一発。ほら、よし。いる。ちょっとわかんねえ。あんまり後ろ行きすぎると死ぬからな。まずこれをきちんとガードしてって思ったら。よし、まだいる。なんだ、骸骨が転がってるだけか。怖いんだよな、本当に。どっからどう来たの。ここで死んでる人がいんな。暗すぎでしょう。ええ、落ちたよ。また同じとこ。いて、ここはあれなんだな。ダブルでなんとか倒したい。あれ、怒った。完全に落ちたね、今のは。多分これね、見てる人たちもね、真っ暗で何が何だか分かんないと思うけど、俺も何が何だか分からない。おー、落ちる、怖え。え、で、で、どうすんの。やった。立ち止まってる余裕はない。進め。後ろから来てんな。いって、駆け抜けよう。ここはもう、もう分からん、分かんねえとこに出てきた。あれ、なんかある。適当に駆け抜けてったら、こんなところに出てきた。うわ、向こうすげえ、向こうすげえけど暗すぎて、どこ行けばいいんだか分かんねえんだけど。この日さ、もっと照らせらんないの、周りを。死んだ。注ぎ火のとこで死んだんだけど、普通に。俺の、ちょっと待って、俺の、おガツ、ちょっと待ってね。ガチでわからん。あ、どこだ。お、
落っこってきたはいいけどさ、さらに先へ落ちるとか、こっちも行け、あげ登れる、ここだ、ま、ここだっていう気持ちはわかる。ただ俺はどうやってここに来たのかがわからない。この先種火あり、かがり火だろ種火じゃなくて、おお、びっくりした。どうやらまともみたいだな。聖職者か何かか、え、なんで聖職者だとここに用があるの？どう答えますか？ノー。なんだ違うのか。だったらいいこと教えてやるよ。あの穴の下にたんまりとお宝が見えるんだ。俺が最初に見つけたんだが、せっかくの縁だ、山分けしてもいいんだぜ。とりあえず覗いてみるよ。すげえお宝だぜ。絶対これ、これを突き落とされるパターンだ。こいつ殺してえな。まあいいや、突き落とされるか。アイテムがあるのは確か。ひでえ。悪く思うなよ。あんたの死体から剥いだお宝、せいぜい高く売ってやるからよ。敵がいるかもしれないから、まずアイテムを回収しよう。とにかくソウル、ソウル、ランタン、ランタンってこれあれだよね、なんか明るくなるやつだよね。どこにやるんだっけ。頭蓋ランタン、え、どこだ。持つやつだっけ、頭蓋ランタン。あ、そうだ、持つやつだ。あ、明るい。めちゃでもないけど、それなりに明るい。あ、なんか反応して明かりみたいなのがあるね。あ、なんかいる。あなたは亡者ではありませんね。よかった。この先に恐ろしい亡者が2人います。どちらも優れた戦士で私の友だったものです。亡者となり神に背くなどひどいことですが、どうしてもどうすることもできない。あれか、レア様だね。あ、いた、いた、いた。ちょっとごっつすぎるんだけど、勝手に変えよう。一回飲もう。きちんとホースなんて使ってくんのかよ。だからな、ヒッて連携攻撃が痛いんだよ。やられた目の前でやられた、あいつのあかりを照らせ。おー、いいねー。なるほど、こういう感じになってんだな。ほうほうほう、なるほどなるほど。まあ確かにこれを手に入れたのはかなりでかいな。いろいろと、こう、こっちから来るのかな本当は。ここを多分無理くり駆け抜けてきたんだろうな俺は。こんなとこ駆け抜けてきたっけ俺、そもそも。この穴とかもなんかあるよ。ちょっと待って、俺どっちに行けばいいんだかわかんねえわ。そして死んで戻ってきたってことはさ、いるわ。あんた、まあ落ち着いて話を聞いてくれ。許してくれよ。どう答えますか。まあ許してやるか。これからも仲良くやろうぜ。俺死んだところに戻りたいんですけど。げっ、あいつがいる。
あれ、かがり火だろ？もう一回、ここに落ちたいんだけどな。まあいいや、落ちるか。すげえ落下ダメージを食らった。俺のソウルがある。さて、ここから先をどう行くか。まあ、やっぱ縦だよな。来たな。おりゃ。ん、もう一匹いるな。おら。もうこれで、あ、こいつら物がごっつすぎる。装備してる物が。てかさ、レア様に当たっちゃうんじゃないか、このままだと。おりゃ、戦敵将、ギャー、やられた。大火球でいくか。ちょ、頭蓋ランタンを装備してここら辺で来るな。とりゃ109とか弱えんだけど。盾にしたい。無駄。よし、倒した。もう1体ずつ来てる。1体ずつ1000とかさ、しょぼすぎるんだけど。ちょっとこれ盾にしよう。銀騎士でいいか。あれ、いないよ。あれ、いなくなってどっか消えた。これ消えたんだけど。あれ、まだいるか。セリフが買ってないからね。ん、どういうことだ。いたー。どこにいたんだお前。きちんといて蹴ってきた。縦受けして、もう一発。何、相手余計なもの使ってきよって。雑魚が一体一体だったらね、大したことはない。さて、あとレア様に話そう。どこ行った。あれ、こっちでなんかあれなんじゃん。あ、いた。もう安心だ。沈めてくれたんですね。私の不始末であなたにご迷惑をおかけしました。ビンスもニコもきっとあなたに感謝していると思います。ありがとうございます。彼らの片身です。生命脇。わ、一人で出てくのか。大変だな、こんな暗いところ。頭蓋ランタンもなしによく来たよな。で、なんか敵がいるんだけど。あ、敵じゃなかった。ここだ。なんかいたね。いった。なんだこいつ。弓でなんとかしよう。ひでえ。どっちが？ちょ、待って、分かんなくなっちゃったよ。あれ、どっち？あ、こっちか。これどうすりゃいいの？げ、動いてきてんじゃねえかよ。何気に。ほら、超いっぱいいる。先手必勝にはならなかった。チクチクいくか。27。
アリスの弓もうちょっと鍛える？そもそも。竜狩りの大弓みたいなのも持ってるっちゃ持ってんだよね。おお、登ろう。でどこに出てくるんだ。いいってなるほどなるほど、そういうことね。で、ここに出てきましたと。ちょっとかかり火一回休憩しよう。じゃあちょっとねここ行ってみましょう。ここ、この下。ちょ待って待って、血痕に触れるわ。お、いけるね。あ、待って、なんかいる。遠距離攻撃が有効。照らさないとわからん。いるな。来るか。登ってくんのこいつ。え、わかんねえ。あそこにアイテム、でっかいこと超いっぱいんだけど。見える。アングル悪くて申し訳ないけど、あそこに突っ走るか。また例によってご利用し。あっちにもあるアイテムで、マジなんだよこれ。この下にいるやつら登ってこないっていうところが厄介だな。いや、これ取ろう。勇敢な戦士のソウル。ギャー、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。逃げろ逃げろ。とーりゃ、取ったー、取ったぞー。さよなら。もういっか。血が出た。もうこれ取ったから大丈夫だよね。というわけでまた左の方に進んでいきますか。登って左の方ね。で、こいつなんだよね、こいつ。あんまり見つかってはない。来た。おらっけ。きっちりかわしてくるな。おらっ。2発くらいか。片手で2発。いって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 、おうおうおうおお、落ちた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 。ちょ待って、またさ、わけのわかんないことになりそうだなこれ。ひたーはーい。よし、大火球やってみよう。ほら、一発では倒せないか。怖い怖い怖い。いってー、大火球で一発で倒せればな。遠距離からいけたんだけど。でこいつマジで突破できない。よし、ジャンピングで一撃だな。ギリギリのところからジャンプ攻撃を仕掛ける。で切り。明かりをさ照らしてるとさ、どうしても盾がいるし持ってないからね。ジャンピング外した。ジャンピング無理ばっ。いってー、黒騎士みてえなのもいるし。黒騎士がいる、やばい。いってー。犬はあれだね、なんていうの、本当に近づかなければ反応してこないから、まずあの黒騎士を排除しよう。いって、
ん、どこ行った、くらい、いって弓刺さった。いや暗すぎる、弓が飛んでくるし、いって強すぎるんだけどこいつ。よいしょ、落ちろ、落ちた、倒したか、よっしゃー、しかも符装手に入れた黒騎士の符装をゲットした、やったぜ、見てあとはこいつらに感知されないように、感知された、大丈夫か、この骸骨くんを倒そう。ほら黒騎士さえいなくなればもうこんなやつで、ここはアイテムだけ、慎重に進んでいかないとね。この犬くん感知されたか、大丈夫か、多少はなんとかなんだよね。でしかもギリギリの位置からさ、1体だったら両手持ちしてジャンプすれば最悪相打ち一発で倒せる。2体同時に来られるとさすがにきつい。あれこれ戻ってきたとこじゃん、こっち側に行けってことか、ここら辺から行けるかな、よし OK。 あれまだ生きてる、しまった、片手だった、両手にしなきゃいけないんだよね。今のはちょっとしくじったな、大火球がな、もう金に物を言わせてプラ20にしちゃおっかな。あれこっち結局戻ってきたぞ、どっちだ、ん、わかんねえな、これのくっついてる方向に行けばいいと思うんだけど、それがいまいちわかんない。え落ちるよね、だってこれ、あこっちかすっげえわかりづらい、待てよ、こっちの方にかがり火があった気がするんだよな。アイテムか、あんまりローリングしてさ下に行っちゃうと死んじゃうからね。邪神の盾、もうとにかく暗すぎる。分かれ道、こっちへ行こう、うん、骸骨がいるね、左に目ん玉が見える、ただし普通のただの骸骨であれば犬がいるか、この先かがり火あり、よしこっちだ、オッケー、これはでかい、あの黒騎士倒すのに30分くらいかかったかんな、頑張れよ、まあみんないい人たちだね。さてあとはこいつに感知された、微妙なラインだね、あいつには感知されそうだな、大火球があれば一発でぶっ倒せないかな、いて、こいつの動きがいまいちわからん、ほら一応2発で倒せる、相当暗くなるけど、ん？ここは落ちる？犬がいる、あれ、いけないな。
道がわからんからな。なるべくこれ下だって落ちるよね、どう考えても。いや感知される感知される。だってこっちかがり火じゃない。あ、さらに下か。アイテムをゲット。神聖系の武器を鍛えられる塊かな。うん、待って待って待って、もうインヌ君はね、しかと死んでった落ちたのかな。ソウル、こっちか。基本的には下に降りていく感じだけど、一旦ここにはしごか。さーって降りちゃっていいかな。さーって、よし、 OK。 ここもね、なんかね、闇霊が出た気がするんだよね、生身でいたら。これは人間性が必要そうだね。多分闇霊が出るとこだね。もう暗くないね、ここは。なんか知んないけど光が来てる、こっちの方には。ドラゴン、この先絶景あり。あ、これなんかどっかつながってんのか。墓場から、墓場の地下から。まあいいや、先行きましょう。明るい光、大王の力で封印されている。え？そういやさ、なんか器捧げなきゃいけないみたいな話なかったっけ。そうだ、アノールロンドで器取って、それを捧げないといけないんだよ。やらかした、マジでやらかした。これ死んだ方が早いか、死んで転送した方が早いね。いや、これはマジでやらかしたな。帰還のコッペンで18000、いやー、18000無駄にしたくないな。いや、ガチでやらかしたわ。帰還のコッペン何個ある？ 14 個がすげえいっぱいあるわ。で、棺の祭事場に戻ろう。転送。地下墓地、巨人墓場ってどこに来るんだ？まあいいや、しょうがない。だってこの前来たらあいつ寝てたじゃん。すっかり忘れてたよ。で、これやって、うん、なんだ、俺はそんな術見たことない。あ、そうだ、クラーナちゃんから買ったからだ。教えてくれてありがとう。自力で彼女を見つけてみせる。で、あともうちょいだな。ソウルを砕こう。ゆえも知らぬ不死のソウル、これ2つとも砕いちゃおう。足りねえし。で、呪術を鍛えましょう。13と。で、こいつよ、こいつ。話しかける。でかしたらまさか王の器を持ち帰るとは。うおお。器のあるべき場所にお主を案内しよう。嫌だな、こんな役目。
そこは大王グウィンの後継を迎える神域、棺の祭壇。さあその台に王の器を置くがよい。こんなでかいの持ち歩いてたのかよ。おお、これさっきんとこじゃないか。いけるようになったね。ここもいけるようになりました。でここもいけるようになりました。4箇所かな、全部で3箇所だった。休息する。器に王のソウルを捧げる。王のソウルがありません。制約とか関係ないか。これで帰れっかな。転送で帰ればいいんだけどさ。狙撃地点攻撃が有効とか。わしフラムトが王の器であるお主に探求者としての次の使命を与えよう。お主が大王グビーを継ぐためには偉大なソウルでその器を満たさねばならぬ。だがかの王のソウルは際立って強大なもの。ああ、なんか言っちゃう。グビーと同じ要のソウルの王、墓鬼とイザリス。グウィンのソウルを分け与えられたショーロンドの王、かつての大王の盟友白竜シース。王の器を満たすためにはそれら全てのソウルが必要。良いかな。それでは戻るとしよう。じっとしておれ。さっきのところ行けと。さっきあんな苦労して行ったのにな。ちょっと悲しい気がする。マジで今心がかなり折られてる。棺の祭事場、というわけで王の器を捧げて、光の道の先に行けるようになりましたので、ちょっともう疲れちゃったから、今回はこれで終了して、次はそうだね、あっちのところまで、行ってから、次回やっていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。